ははいこんにちは今日はえっ、ー、と新しい学びの挑戦についてちょっと話しさせていただきたいと思います。えー、と今まで1年半ぐらいは受けれるよう頑張ってきてる。で、ある程度は弾けるようになってきてるの で結構楽しいから続けていくと思うんだけど、えっ、ー、と今まで結構集中しててあの弾けるようになってきてるのを、あれはちょっと置いといて、新しい他の,あの挑戦したいことがあるから、で1日24時間しかないからね。で新しいま学びを挑戦したいことは何だろうかといえば、日本語。えっ、ー、と 私はに20年間沖縄に住んで、まあ続けて勉強してるから、ある程度はしゃべられ,べられてる。<laughs> 今しゃべってる微妙に。だけど、やっぱり限界は感じる。えー、と、理解のレベルはある程度しかできてないし、あの自分に言いたいことも表現にするのは、まあ限界感じる。時々上手にあのはっきり自分の気持ちを伝えることができない。で、それは。 しょうがないだろうとはちょっと前提し,してたあの。母国語ではないから、大人として日本に来てから学んできてるから、まあ、ある程度までしかしゃべれるようにならないだないれないだろうとは思い込んでたけど、最近今週、YouTube で YouTuber の道元さんという人の動画を見て、あの彼の日本語レベル おものすごく感動してますよ。ちょっと編集してみるから、ちょっと,ちょっとだけのあー短いクリップを見てみましょう。気を持つようになる、なるほど。訳のわからない擬音を使わずに雨が降っているということと、それに対する筆者である僕の絶望的な気持ちを、ひんにくっぽく表現できた自分に感動する。しかし、そのうぬぼれはあっという間に縁も言われぬ恐怖にとって変わられる。隣に座りテーブルにビーフカレーをこぼしている中年男が、まじまじと僕のパソコンを見つめているのだ。やばいだろ。 や,やばいだろうもうネイティブとしてでもおしゃべりが上手な人だから自分みたいなもう入国してなんかあの大人として学んできてる人とはまあ人と比べるのはよくないかもしれないんだけど大丈夫もう比べられないからあの で、正直に自分がちょっと落ち,落ち込んできて、やばー、日本語能力全然足りないとは思ってきてる。でも、あので最初は道玄さんは、まあ、こっちで育ったんだろうか、まあ、最低でもあの高校は日本で通ったんだろうかと思ったけど、えー、彼のの彼についてネットで読んでるなら、彼の学び方とかあのちょ見てみれば、 そうでもないみたい大学。大学生になってから日本語を初めて勉強した、えー、とそのネイティブと同じレベルになってきているのは、まあ、勉強の時間、努力、あとは勉強のやり方あの結果です。って言うと、自分でもあの時間と努力とやり方を頑張って勉強すれば、 あのもっと上手になれる余裕がまだまだいっぱいあるってことだ。まあ、今道元、道元さんの,の動画を見て、可能性を感じてる。今まではちょっと限界があるだろうと、しょうがなくて、諦めてた部分もあったけど、今は道元さんの動画を見てからいや、うん、限界がない。頑張れば、あのー、上達ができる。 と見えてきてるから、それはあ私の新しい、えー、学びの挑戦で。幸いのことは、えー、結構自分の私の日本語の、えー、記録がいっぱいあるね。この動画を作ってるから、えーと、これからの動画、1年間後の,の動画はの,の日本語のレベルは今よりもっと上達しているかどうかを試してみる、<laughs> を見てみるあの実験みたいな感じになるから。まあ 1>, えー、1年間後、2年間後、5年間後の日本語のおしゃべりはどうになっているかを見てみるのちょっと楽しみにしてる。だから、やり方については今度の動画であのちょっと話したいんですけど、とりあえず今日は新しい挑戦、学びの挑戦を紹介させていただき,いただきました。<laughs> どうも今日も見てくださってありがとうございました。